はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。今日は3月10日水曜日、時刻の方は23時40分です。ベルテテテテテングイー。はい、一緒に投げてね、この動画作ったら寝るね。はい、ね、楽天モバイルね、今回の話題は楽天ビッグね、気になる安くなったってことでね、コメントいただいたのは若さんです。 4G の基地局がソフトの入れ替えで簡単に 5G に、一部地域から全ての地域に今月なるらしいですが、いつ頃でしょうか。わかりません。楽天ビッグがだいぶ値下げになったので興味があります。ということで、ね、見てみましょう。はい、ね、ビッグよいしょ、皆さんにね、見ていきましょう。よいしょ、こんなもんかな。 ね、ね、楽天ビッグ、どんな端末かっていうと、世界初フロントカメラ内蔵ディスプレイ搭載でビッグな 5G 対応ということで、これ米がついてるんだよね、米がついてるね。はい、モバイルフェリカ搭載のスマートフォンにおいて2020年9月28日時点で世界初、ね、このディスプレイ の隠れたあの内蔵のカメラのやつってもっと全然違うよね。でも大体あの中華スマホってフェリカ対応してないの多いからね、フェリカ対応では世界初っていうね。まあ何とも言えない、ね、まあ、そういう世界なので、ね、まあ、ここが楽天モバイルらしさなんだけどね。それで、まあ、楽天モバイルの、まあ、一応希望小売価格といいましょうか、税込み価格64,980円が49,800円になって、で、今最大25,000円相当のポイント還元ということで、まあ、新規のね、初めて来た方はウェルカムで5,000円と、あと2万ポイントね、バックね、っていうことなのかな、これね。それで、ポイント還元で実質24,800円なんだけども、実質円にならないからね、円に。49,800円お金払うんです。とりあえず。49,800円お金を払って、で、実質も49,800円です。だから、ポイントがついてくる。ね。ポイントがついてくる。だ、実質の円にはならないです。楽天ポイントは戻ってくるけど、円で戻ってこないからね。この実質24,800円ではないです。これね。そう思います、おじいはね。それで、まあ、興味があると言われて、まあ、特徴を見てみると、長えな。よいしょ。よいしょ。はい。まあ、風景をダイナミックに撮る、ね、超広角カメラ。まあ、今時珍しいものではないよね。シャオミなんか結構得意だけどね。で、撮影モードがいっぱいあるよ。まあ、モノカラーとかマニュアルとかモノクロ背景とか珍しくないよね、特にね。うん、で、一応 5G 対応、ね、の端末、まあ、唯一のね。で、ゲームも快適に楽しめるパフォーマンスがあるよってことで、で、これがね、日本人が好きなのがね、防水防塵仕様、これ欲しいんだよね、日本人はね。で、電池持ちがいいよってことで、お財布携帯が付いてるよってことで、まあ、日本人向けだよね、これね。じゃあね、スペックを見てみましょう。よいしょ。はい、スペックを見ていきます。まず、楽天ビッグ、ね、色は3色、ね。で、まあ、重量がまず、227g っていうね、ちょっと信じられないような重たさで、これはね、すっげえ重いじゃないのって思うよね。で、
ユキタマジもあの S3 プロとかね204だか7グラムだかそれぐらいのやつで、うわー200超えると重たいんだなと思って、で P30 ライトがね本当羽のように軽いっていうね。でそっからまたさらに20グラムぐらい重たいって、ちょっとこれは重いんじゃないのって思うんだよね。この OG がだよ、バッグの中に入れて持ってあることが嫌になっちゃうぐらい、あの200グラム超えると嫌になっちゃうよ、本当重たいんだよこれね。で、まあ、ディスプレイは 6.9 インチ、まあ、有機 L ディスプレイなんで、まあまあ今時のね、まあ、ここは悪くはないね。で、まあ、フル HD プラスなんで、まあまあこれも悪くはないね。で、あとまあ CPU がスナップドラゴン765ってことなんで、まあ、しょぼくはないけど良さそうにも見えないんだけど、どうなんでしょうこれは、皆さんの意見としては。あの快適サクサクって書いてあったけど、悪くはないと思うんだけど、でもそんなにあの超ウルトラハイスペックなわけではないでしょう。6万いくらするレベルじゃないでしょう、おそらく。よくわかんないけど。で内蔵メモリーが、まあ、6ギガね、5000円ぐらいで買えるシャオミ、ね、ノート 9S おじが欲しいなと思ってたと、まあ、ほぼ同等ぐらいっていうね。6ギガか、8は欲しいと思うよ。 これぐらいのお金を、だって5万出すんだったら、だって5万円出すんだったら、だって今中華島で12ギガとかだよね、サクサク動くゲーミングのやつなんで12ギガだよ。8ギガ12ギガ当たり前だよ。この6ギガのメモリって、あの本当平均的なスタンダードのやつ、おじいが持ってるタブレットでさえ、あの安いタブレットでさえ8ギガだからね。本当6ギガ、5万出して6ギガはね、おじいの中でちょっとありえないかなって思うね。でメインカメラが、まあ、あの彫刻が800でね、広角が6400、まあスタンダード普通だよね。シャミみたいにね、一億画素あるんだったらまだね、おお、こんだけ出した甲斐があるぜと思うけど、5万出してこれは普通だな本当。フロントカメラの3200万画素はね、あ、ここはまあまあまあ、ね、まあ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 いい方かなと思うけど、227グラムもあるのにバッテリーの容量が 4000mAh って、じゃあどこに重たさいっちゃったのって感じだよね。あの220グラムって言うとバッテリー 7000mAh ぐらい積んでないとそんな重さになんないでしょっていうぐらい、4000ぐらいしかないって、 P サテライトと同じぐらいしかないんだね、うん、でワイヤレス充電したよね、まあ、お財布携帯とか、まあ、防止はいいとしてね、うん、指紋認証は対応してるのに顔認証に対応してない、5万円するのに、マジっすか。はい、ボルテ楽天対応ね、ドコモ非対応、 AU 非対応、ソフトバンク非対応、あら、あらららららら、あら、まあ、Wi-Fi はまあ普通だね。でも5万だったら AX 欲しいよね、 Wi-Fi6 欲しいよね。これ普通のあれじゃん、あのおもちゃスマホと同じスペックじゃん。だって AX つかないと5万出すんだったらね。でしかも eSIM オンリーね、物理 SIM を挿してリアル SIM で使うことができないの、ね、でまあ変換アダプターは USB Type-C だからね、 3.5mm のイヤホンジャックがない、ね、で充電器が付属されてないので、あとは
あとね、重要なところがない、これか、スペック詳細を見る。ここに隠されている内容を見てみましょう。あれ、これ今見たところ、スペック詳細って。あれ、もっと重要な情報あるでしょう。こんだけ？あ、こっち、あ、そういうことか。この中を見ろってか。これ、いちいち。ここね、カメラ。で、まあ、オプティカルズーム、光学ズームはね、対応してない。まあ、しょうがないよね。薄っぺらだからね。デジタルズームが10倍。あんまり使わないね。で、手ブレ補正は、写真動画、あ、一応対応してるんだね、これね、手ブレ補正がね。これどっち側のカメラのことかな、これメインカメラの外側か。手ブレ補正が効いてる。ね。まあ、これないとやってられないよね、ほんと。で、オートフォーカスが対応で、で、F 値が F に、これどうなんだろうね。もう今時のスマホでさ、表アウトカメラでこれ F2.2 からって暗くない？今時のスマホにしては。だってさ、今 F1.4 とかさ 1.6 とか当たり前だよね。アウトカメラでしょ、これ。夜景モードとかないの？暗いよね、F2.0 だとね。一緒感度も なんかちょっとこう中途半端な気がするんだけどね。フロントカメラは3400、まあ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 、でしたら4倍なんだね。あ、フロントカメラ動画手ブレ補正ついてないんだ。これちょっと残念だな。一度にしか使わないおじいにしてみたらちょっとめちゃめちゃ残念だな、これは。オートフォーカスないの？嘘でしょ？え、フロントカメラオートフォーカスないの？マジっすか、これ。何それ、単焦点だろ？使い物になんないじゃん。マジで？ F1、F2固定なんだね。マジでか、ISO も固定なの？マジっすか。もうその他ってなんだこれ。ハイレゾーよ、これせめて5万だったら、ハイレゾー対応にしてこんないと。だってこの半額くらいで買えるエクスプレイだって対応してるでしょ、確か。ハイレゾーでは対応してよ。これはちょっと、しょぼいなあ。まあイヤホンジャックしたようだし、まあまあまあコーデックはまあいいね。ここだね、問題はね、対応周波数ね、シャブ6ね、シャブ6、まあこれはもうどこもみんな共通だからね。で、まあみんなただ本当に楽天モバイルの場合はバンド3でカバーだからね、これね、あ、違うか、これシャブ6、あれだよね、今の 4G をなんちゃってでしょ、シャブ6、確かね、なんちゃってだよね。だからバンドこっち使っても安定性はあれじゃないの、ソフトバンクとかああいうところと比べたら落ちるんじゃないの、安定性って違うのかな。で、LTE はバンド1、バンド3、バンド4、バンド5、バンド7、あ、バンド8がないじゃん。ソフトバンクのプラチナ回線のバンド8がない。これね。だからやっぱり、これはソフトバンク対策だね、これね。目の敵にしてるんだね、ソフトバンクをね。あくまでもバンド8、まあ、見てみたらこれバンド1抜いたらもうほんとシャレにならないと思うけど、バンド8を抜いてきたか。で、
パートナー回線のね、こう18とか26とかここら辺は活かしてるよね、大体ね、うん、これを見てね、おじいはもう魅力を感じないよね。だってデュアルシム使えないわけでしょ、これ eSIM 専用でつまんないじゃん、うん、でショートバンクも使えないでしょ、これはな。うん、これは 2G だね、 GSM はね、 GMS だったら Google モバイルサービスが使えないっていうね、あの P40 ライト 5G と同じになっちゃうね。あれがあの安いと価格もで3万円ぐらいで2キュッパぐらいで買えて、 5G 対応の中で一番あのめちゃめちゃ安いんだけど、 Google サービス使えないからすごい安いんだよね、あれね。ほんとどんな端末もね、みんな同じようなもので作ってるでしょ。だそんなもんで売っても儲かるんだよ。だ本当に5万6万ってね、おかしいだろうみたいなね。そんな感じだね。はい、まあスペックを見た感じ、おじいはね、5万円出す端末ではないなと思うし、あと、まあせめてこれがね、この辺りでだいたいあのハンドと同じぐらい2万円出してポイントが戻ってくるんだったらありかなって思うけど、4万9800円払って実質だって実質じゃないのにね、2万円いくらって、それはちょっとなと思うよ、おじいは。5万円あったらものすごくいい端末買えるし、だって Google のだっけ Pixel 4のね 5G 対応のやつとか5も買えるじゃん、5はもっと高いかね、いろいろ買えるよね。 Xiaomi だったら結構いいの買えるしね、いやいろんなもの買える。5万あったらもっとちゃんとしたの買えるよね。どうなんでしょう、おじいは興味はないかな。これがまだせめて普通のナノシムが使えてリアルで使えるとかさ、バンドがちゃんと他のね通常のシムフリーと同じぐらいでちゃんとあのショートバンク回線も拾えることが射程条件とかさ、まあおかしな仕掛けをしてないものだったら2万円ぐらいだったらって考えるけど、なんかスペックがね5万円払う割には全然しょぼいっていうか、グーシムセラーだったらさ、ね、数千円で買えるようなあの端末、それも6ヶ月払ったとしたってさ、ね、1万ちょっとぐらいで買えるスペックとほぼ変わらんじゃん、これってね。あんまりおじいは魅力感じないよ。実際に使うとなると、メインで使うとなると、おじいももう、弓デジの、S3 Pro の 200g 超えで、ああこれはもう重たいし落っことしやすいし使いにくいなって思ったんで、やっぱりね100重たくても160ぐらいに収まってくんないとちょっとあれだなって感じするな、個人的にはね。いろんなものがね中途半端なんだよ。だからこの元値が6万いくらって何を根拠に作ってんだろう、あのつけたんだろうっていうね、そこのところがおじいはよくわからない。あくまでも日本人の特性で、あの定価があっていくらいくらで安い、それは安いっていう、その価値観を他のものと比べて、そんなにあんのってちゃんと正しく見る人たちがいればいいのに、でこれは6万4800円ですし、これが今2万安いんですよ、さあまたポイントがなんてね、うわー安いってね、本当これね、敷き込まれてると思うよ、これね。はい、いかがでしょうか。おじいは今これパッと見てね、やっぱりビッグはね、話題に出すだけのほどのものではないかなって。ビッグの話題ってだっておじいのチャンネルで出てこないもん。ビッグ買ってみようかなとか、ビッグチャレンジしようかなとか、なんか欲しいとか、なんかビッグの使い方がわかんないとか、なんかビッグのネタってなんかあんまり出てこないんだよ、全然出てこないし、でなんか興味も湧かないんだよね。どう皆さん、
楽天モバイルの 5G 使うんだったら、おじいはでも最低限やっぱりあれだな、eSIM と名の SIM 両対応でさ、でお金を出すんだったらやっぱりメモリーは8とか12ぐらいないと、こんな5万も出すんだったらさ、ちょっと出せないな、おじいは。宝くじで1億円当たっても5万は出せないよこれにちょっと無理だな。ということで皆さんのご意見はどうでしょうか。おじいあんまりこういう端末詳しくないし、実際に使い勝手がね、でこれこれカメラ内蔵って、これどこがカメラなの、ここら辺に入ってるの、どこに入ってるの、なんかね書いてなんか分かんないような気がするけどな、こう知らないね。わからん、おじいちゃんわからん、このビッグの話はわからんね、あまりにも素晴らしすぎておじいにはわからんね。はい、そんなわけでおじい寝る、もう眠い、もう今日はもう食ったこと、はい、0時1分となりました。暇つぶしになった方はグッドボタンよろしくお願いします。おやすみなさい、またね、バイバイ。